蝶々の標本の、続きをしようと思います。シジミ以外の蝶なんですけど、あとじゃあ大きいのからいきましょうか。これスライドするタイプ。はい、これはオオゴマダラです。オオゴマダラ、これ日本では最大種の蝶ですね。愛知県だとかでは見ない最大種の蝶です。沖縄の、石垣島に生息する大きな蝶ですね。全体的に白い蝶なんですけども、白の中にこう筋がね、綺麗に入っている蝶なんですね。大きいので上行きましょうか。オオゴマダラ、南米のモルフォチョウと比べても大きさで負けてないですね。同じぐらいの大きさです。日本にもこんな大きい蝶がいたんですね。国内最大種ということなんですけど、野生で飛んでるところは見たことないですね。飛んでるところを見たことある人はあれだって言ってましたよ。新聞紙が飛んでるみたいだって例えてましたね。石垣島いつか行ってみたいところです。では次、セラムミイロタイマイ。こういう蝶ですね。これは国産の蝶じゃないです。セラム島っていうインドネシアの島みたいですね。セラムミイロタイマ、これ非常に綺麗な形してるんですね。アゲハチョウのいい形みたいな感じですね。下のこの部分が非常に美しい形をしているんですね。シェイプが。でミイロタイマイってね、もっと緑だとか青だとかね、カラフルな蝶なんですけど、セラム島のこれセラムミイロタイマイは青と緑の薄い色で淡い色なんですよ。可愛いですよね。これいつか普通のミイロタイマイと比べてみたいですね。ミイロタイマイもいつかここに入れたいです。こいつと比べてね、どんな色が違うのかって。これはクジャクチョウと言います。こいつだけ縦波長なんですよ。なので今日の他のチョウとはちょっと毛色が違うんですけどね。クジャクの羽の柄みたいなのが特徴ということですね。
最終的にこんな風になりました。あと少しだけ入りそうですね。はい、じゃあ、今日はこんな形で終わろうと思います。ありがとうございました。はい、最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらをタップしてください。あとこちらにはこちらとこちら、他の動画もたくさんありますので、よかったらこちらもご視聴ください。はい、ありがとうございました。